はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ本日なんですが、ライカのね可能性をまた模索していこうと思っておりまして、ライカ、まあどんなデッキに組み合わせても昆虫族、植物族、爬虫類族のデッキであれば強いんですけど、昆虫族、植物族を主軸にしているテーマっていうのがあるんですよ。これ何かっていうと小悪魔なんですよね。小悪魔デッキってこの種族で基本的には存在していまして、でこいつらで、まあ罠を構えて戦っていくっていう、まあそういうデッキなんですけど、ライカデッキって基本的にランク4ができるんですよ。マリコーベから、マリコーベ1枚初動、まあ1枚というか1枚プラスコストか、1枚プラスコストからランク4ムーブができるんですけど、このジャスミンを使うとね。でこれでフレッシュじゃない、シュトリスがまず出るんでね、そのライカのマリコーベ1枚プラスコストから、小悪魔展開に行くことがまずできるんですよ。でさらにトリオンの小悪魔かランカの小悪魔と、まあマリコーベを引いてる場合、今マリコーベは別にこのライカ両ランクルーザキとかでもいいんだけど、ここのなんかセットを引いてる場合、ちょ組み合わせ初動になるんだけど、これすごい盤面ができるんだよね。まあこれ動画見てほしいんだけど、結構その組み合わせ初動でものすごい妨害数、そして盤面が完成するんで、だからめちゃくちゃ楽しくて、はい、展開型小悪魔としてめちゃくちゃ楽しくて、でこれは今日は紹介していこうと、はい、いうふうに思ってます。でね、一個だけちょっと問題点というか、まあこのデッキの弱点というか、まあ展開通ったらめっちゃ強いんだけど、ライカって妨害を構えていくのに、その特殊召喚をめっちゃ重ねていかないといけないんで、すごい量のドローをさせちゃうんですよ。増殖する G を打たれた場合、はい、増 G を打たれるとありえん量のドローが入るんでG だけマジで重いんだよね、そのライカ入れると。まあ小悪魔って結構いろいろ型があるんだけど、そのライカ入れると G バカ重い代わりに、まあ展開通ったら死ぬほど場面伸びてめっちゃ楽しいっていう、まあ、それがあるっていうところですかね。はい、ちょっと動かし方はぜひね見ていただければすごっとなると思うんで、やっていきましょう。はい、デュエルスタンバイ。ライカって本当にね可能性の獣なんだけどさ、増殖する G ありえん重いんだよねだから G 弾けないとマジで終わる。ああ、それだけは言っとくわ。なんか小悪魔結構いろいろなんか型触ったことあるんですけど、一応なんか純構築とか春化粧構築とかいろいろね、マジでねあれだね、増殖する G が激重になるっていうのが、まあ、一番のデメリットである。ただその代わり、まあ、相手が G 持ってなかった場合の展開力がマジでやばい。なんか小悪魔ってこんな展開したっけっていうレベルで、ちょっと今回 G ねえかこれ相手もしかして。これちなみにライカって結構チェーンに乗らない特殊召喚が多いので、割とね、なので、G って打つタイミング結構ね相手割とめんどくさいかなと思うんだけど、今回はね展開を伸ばしに行くタイプでいきますか。暴挙に出ますね。ちょっと一旦暴挙に増殖する G をぶん投げるとかいう暴挙に出ました。私これ多分 G だと思うんですよね、これお相手し。あ、そうでしょ、やっぱりそうなんですよ。だからまあこれ、まあ、これここまでは読んでいましたっつって、この墓穴ぶち込むと、はい、これでもう何 G 持っても意味ないから、結局ではまあ除外したっていうのもあるんですよ。これ猶予うまいでしょ、俺猶予うますぎで、これでそしたらですね、まあこれあとはひたすらに展開を伸ばしていくだけなんですが、まずドリアツを出しまして、ほいっとで鎧トカゲちゃん出します。トカゲさんは墓地からなんかライカシとか除外すると出てくるよっていう、で除外してるモンスター戻すとこれなんだっけ名前、紙切り出せますよと。でですね、一旦こことここでライカリンクしまして、でまずリンク2出します。でリンク2がのリンク層になった場合の紙切りの効果によって、これなんとトリオンちゃん、これ特殊なんですね、さっき知ったんで。でトリオンさん特殊召喚するとセラちゃんの効果 が発動するんですよ。これ結局トリオンさん強制なんで、さあこれでホールティアの小悪魔をセットし、
そして、ホールティアの小悪魔を、ぶち開くと、狡猾を手札からぶん投げながら、デッキからセラちゃんの効果によって小悪魔が出てくると。あまりに強いね。で T を特殊して効果発動してコストにした狡猾をセットできると。こんだけ盤面広がるのやばすぎでしょ。これまだまだ伸びるからね。ちなみにまだまだいくよ。立花生まずストレナイを出しに行きましょう。はい、ここからね、妨害も構えに行きます。結構小悪魔って割と無効系構えるの苦手なんですよ。破壊する効果とかは普通にね よくある効果でいけるんだけど、まあ、一応トラップカードの効果でそのなんかその微妙な無効なんかボケソウルみたいなああいうのをまあ用意していく、まあ、そういうデッキなんですけど、ここでアロマセラフィージャスミンちゃんを出していきます。そして、ストレナイの効果によって、オーバーレイト1個使い、次の初動を確保しておきましょう。これで、ローファイブロッサムから次のターンで動けるということですね。で、ジャスミンの効果を起動しまして、ストレナイをリリースすることにより、デッキから植物モンスターを特殊召喚。ライカ種族爬虫類だけいねえけど、ちなみにライカ種族っていうか、小悪魔か。小悪魔爬虫類だけいねえんだけど、まあ、とりあえずこれで、ハイペル出して、でハイペルさんのね、効果でモンスター効果無効できるんで、なんでもね、そういうのはあんまないから、小悪魔の。まあ、言うて、まあ、一応特殊召喚したモンスターの効果とかを無効にできたりとか、なんかそういうのはあったりするんだけど、なんか破壊したりとかね。で、ライカの、カンヌシの効果によってトラップカードをサーチしてきて、でこの、カードもめっちゃ強くて、まあ、相手のカード破壊できるよっていうそういうねカードなんですよね。ティオちゃんを一応巻き込んでおきましょうか。これでこの速攻が一回無効構える。でトラップカードで破壊構える。まだまだここから伸ばしに行きますよ。ちなみに狡猾もありますからねこれで。一回シトリス構いまして、こことここでシトリス行く。でシトリスさんの効果で木のパイセンを出しに行きます。オーバーレイト1個使って小悪魔持ってきて、でキノちゃんが、小悪魔がいると出せるよという効果なのでこれ出していく。はい、で一旦クラリア出しに行きまして、クラリアはちなみに何をするかっていうと、その落とし穴系のトラップカードが発動したらもう一回セットし直すっていうなんかインチキ効果みたいなみたいな効果があります。で、セラの小悪魔を出しに行ってからよいしょ、で戻して、はいはい、でリンクゴーあまりに強いなこの動き。はい、でリンク5出して、これで、さらにデッキとかエクスタデッキからモンスター出てきたらそいつら、巻き込んで2体ぐらい破壊するって効果もある。でさらにカード1枚セットして、でクラリアの効果でエンドフェイズに小悪魔、モンスターが墓地から蘇生できるんで守備表示で、なんでここで木の特殊召喚しておくと、これキノちゃんの効果で、セットカードが破壊から守られるよみたいな効果あるんで、狡猾と、首狩り舞は守られます。はい、これが最大盤面です。でちなみに、ホールティアを、墓地から除外すると、トリオンが特殊召喚できて、シトリスとかも特殊召喚できて、まあ、トリオンだったら、魔法トラップカードを破壊できたりしますね。はい、まあ、ちなみにセラの、セラを特殊召喚することもできます一応。あ、ウルカニクス、なるほど。やばい、破壊があんま効かねえあのデッキ破壊があんま効かねえ。狡猾とさ首狩り舞ってさ両方とも破壊カードだからさ、まあ、言うててもあれか、孤島というか、なんだっけ、聖域からか割ったらいいか。まあ、とりあえずですね、ガルドは、これは出てくるとやばいので、まあ、出てこさせない方がいいかな。まあ、これはボケツホールとかでもね、一応向こうにはできるんだけど、まあ、ハイペースで向こうにしましょう。ボケツホールとか、フレッシャーとか出しておいてね。ボケツホールとかで向こうにもできるんだけど、まあ、とりあえずハイペルさんの効果を使って、オーバーレイント1個使って、お相手の、ガルドネクスト爆破していく。さあ、まあこっから手数が出るかどうかだな。あとは相手何、あ、ディアベルスターか。あ、オッケーオッケーオッケー、ディアベルスター了承で、ディアベル効果発動する。オッ
OK です。で、これボタンオンにしまして、でセットしますよね、多分これ現在法かなんか、はい、もうこのタイミングでぶち込みます。ホールディアの効果とゲームから除外することによって自分の墓地から、トリオンさんを特殊召喚。ちなみにこれで、墓地からトラップが消えたんで、狡猾も、アクティブになりました。で、トリオンちゃんの効果を発動、現在法爆破。さあ、相手の手数を全てぶち壊していくスタイル。強い。誰？これさ、これ両方とも爆破しちゃったんじゃん、これ。実はこれでさ、破壊できるカードないんじゃね。で、ウルカニックスで、Qガルド出てきたところで、別にQガルド何もしないから、多分言うて。多分大丈夫と思うわ。爆破すんじゃん。で、クラリアの小悪魔で、狡猾もう一回セットすんじゃん。これインチキじゃん。これどうかけてもインチキじゃん。で、ウルカニックスで、まぁ、Qガルド出てくるんだけど、Qガルド単体で何できるのみたいな話だよね。で、これ自爆特攻もできんし。いや、全然、これいけるでしょ。全然 OK。あー、OK。それはいいや。了解、知らん、あのしょうがない、これは。ね、OK、1枚取ろう。これで、1枚取るってか、あれか、あの、ポップルスか。これ、ポップルス持ってくる、で、ポップルス出る、で、ポップルス効果、こっから展開伸びることある？いや、もしかして展開伸びる？まだ。まだ展開、でも、現在法もないから、言うてこれあるだろ、サーチってことないだろ、これ。まだ妨害残ってるからね。リンク後のライカで破壊が残ってるし、首っかりまであるんで。まだ全然妨害ある。ただ破壊の妨害なのかちょっと不安だけど、頼む、もうやめてくれ動くのは。オッケー、よし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 。いや、これやっぱ回ると強いよね、このデッキね。あー、まあ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 、トリオン来てるのはでかいけどね。これトリオン初動が一番分かりやすいかな。トリオン召喚してから動くっていう初動が一番分かりやすいんだけど、まあ、トリオン召喚するよね。で、これで狡猾もてきて、で、なんかあんね、これなんかあるわ。で、ライカ両乱狂い咲きを発動。かっこいいよな、このカードの名前。ライカ両乱狂い咲き、効果像デッキからライカを手札に加えて、1枚手札から、墓地に送るという効果。マリコーベ持ってきて、これちょっと手札コストがね、若干必要になってくるのが若干ね、あるんだけど、これ防御出ていい、もうこれウサギくん投げるわ。すまん、ウサギちゃん、申し訳ない。ちょっと今全部いるんだ、今展開全部使うから。で、セラの小悪魔を出しに行きまして、でセラちゃん効果発動し、するのはまあだいぶ先だな、これ。で、これぶん投げ特殊で、マリコーベ効果発動したいよ。なんかありますか？ないです。 OK。これちなみに無限砲よって言われたら、セラの小悪魔が効果発動できますかね。で、2枚持ってきて、もう、除外するしかないですね、このカード。姫ちゃんの目さんで、姫ちゃんの目さんの効果発動してエンドフェイスにドローが入りますよ。さあ、どうしますか。あー、まあ、そうだよね、まあ、これはね、これが重いんですよ。このデッキの良くないところはもうこれなんですよね。この G がバカ重くて、もうこれ展開止まるしかないんですけど、こうなっちゃうというね。まあ、チェーン結構乗んないんで、まあ、それはいいとこなんですけど、あー、まあまあまあ、いや、これ、狡猾だけで、狡猾とエフェクトベーラーでなんとかなるかな。狡猾とエフェクトベーラーだけでなんとかなることを祈るしかないんだけど、ウサギもぶん投げてるからね。うわ、なんとかなんなそう。なんとかなんなそう。あ、そっちか。あ、そっちか。そっちはなんとかなるんじゃねえか。そっちはなんとかなると、マジで。そっちはね、いや、いや、遠征のところだとちょっとなんとかなんだことが多いんだけど、狡猾とエフェクトベラだけでは。ただ、これ多分、センチュリオンだったらもう2体並んだ瞬間に、狡猾ぶち込んだらシンクロ多分できねえから、まあ、エフェクトベラぶち込みます。あと、ビーステッドやね。センチュリオンはビーステッドだと思う。まあ、そのうち多分動画にしようかなと思ってるんだけど、センチュリオン、ビーステッド、ドリドブルームなんか3枚ぐらい解放されてめっちゃ強くなってるって話なんだよね。あ、よし、止まった。来たわ。じゃあ、狡猾の落とし穴するわ。エンドフェイズは狡猾の落とし穴してるでしょ。もう多分これ、相手動けないということなので。ってことは逆に言うと、あれ手札誘発かなのかな ?3 枚。か、かぶってるか。で、セラの小悪魔の効果発動しまーす。まあ、もちろん、まあ、裏、後ろのカード怖いんで、まあ、一応トリオン。で、効果発動で、爆弾させて、あー、はい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 。これ向こうのやつだね。あー、OK。で、
ホールティーや、まあ、これで次のターンの準備も整っているんで、あとはまあぶち殺しに行けばいいだけだから、相手をぶち殺しに行くわ。どうすかな、カミキリムシ出して、除外から戻して出して、打点作るのはこの映像魔法があるんでかなり、やりやすい気はしますね。で、カミキリとで、一旦武者ドクロ出して、で、カミキリ効果でまあ、トリオンでいいか。で、トリオン特殊化したいですよという効果なんだろうな、これ一応ディビル気がするか。トリオンの効果発動する。で、セラちゃんの効果が、起動してトラップカードセットできるよ。なんか光ってんだよね。なんだろうな、これビーステッドとかなんかな、ちょっとわかんないけど、まあ、一応あれするわ、フレシア出しに行くわ。フレシアはちなみに手札は墓地の、モンスター効果を無効にできるんで、まあ、ニビルとか、まあ、エフェクトペーラーとかウララとか、なんかそういうのだったら無効にはできません、一応今現状で。これがね、フレシアをね先出しってことができればね、チェーンに乗らずにフレシアとか先出しできればなんかいけそうな気がするんだけど、そっちと無理なんだよね。で、紙切り出して一旦リンク3して、はい、で、首刈り舞の効果を使い、あ、首刈り舞の効果じゃない、神主の効果で首刈り舞を持ってきたい。なんだろうな、エフェクトベーラーとかなんかな、もしかしたら。まあ、打ってるか、さっき。ちょっとわかんないね。無限法要とかなんかな、無限法要とかだったら、セラちゃんいるから打ちたくないみたいな、心理を働くみたいな。あ、エフェクトベーラーか。あ、全然いいよ。エフェクトベーラースルーで。まあ、一応2ビル持ってたらやばいんで、フレシアで一生2ビルケアしながら行きますわ。で、そしたら、ホールティアだしね。で、ホールティア特殊召喚して、で、セラちゃんの効果発動する。で、セラちゃんの効果でデッキから、ティオが出てくる。で、ティオ効果、狡猾セット。あまりにも強いな、このムーブ。ほんで、あと打点を作ればいいんですよね。ちなみに、ライカって、ぶん回って、墓地にリンクモンスターがいる場合、めっちゃ、打点つく用意するのは簡単なんですけど、まあ、一応ちょっとこうするじゃないですか。はい、ストレナイからの、スーポーはで、2体でアロマセラフィージャスミンちゃん出していく。で、ジャスミンちゃんの効果、ちなみに皆さんはあれ、ちょっとこれ回収するのせならもういいや、こうストレナイの効果ちょっと使い忘れてもいいや。で、ストレナイ効果、皆さんはちなみにあれですか、アロマモンスターのはどれが好きですか。僕はね、ローズマリーちゃんです。はい、ローズマリーエロすぎてちょっと何、青年男性の日常生活に支障をきたすと言われてますね。はい。で、ライカの姫ジャマの効果によってこのエンドフェイズ、ドローが入りますよ。で、一応、狂い咲きの効果発動して、こっちね、これでさらに、モンスターを特殊召喚していきます。まあ、これ何でもいいんですけどね。はい、特殊で、あとは、戻して打点を作るに行けばいいので、リンク5とかいけるのか、一回リンクを作るか。リンクを作って、はい、で、最強モンスター出す。で、全員蘇らせますね。神主を墓地から出てきてバウンスして出てくる。で、さらに、武者ドクロもバウンスして出てきて、どうですかこの展開力、やばくないですかこれ。すごい打点ですよね。すごい打点、見てこれ、強すぎて笑っちゃった。これでバトルだね、バトルフェーズ。いやー、ライカってほんといいテーマだよな、マジで。
このデッキ一生こすっていくわ。対戦ありがとうございました。ちなみにさ、コアクマってさ、なんか、デュエルアカデミア数学家さんっていう、あの X で結構コアクマのデッキをいろいろ結構紹介してくださっている、なんか結構すごい人がいるんですけど、その方が言ってたんですけど、そのライカを入れるコアクマは、まあ、もちろん展開は強くはなるかもしれないけど、結局その G がクソ重くなるから嫌だって言ってましたね。結局さ、 G 重くてもなんかその例えば結界像とかそういうのがね置ければね別にいいんだけど、そういうわけじゃないんで、そのデッキとしてね。なんで、まあ、そこは確かに微妙みたいな説はある。なんか結局ね、怖くもね、ハルケ正直がやっぱ一番ね、まあ、使いやすいくて強いと言われてはいますけどね。ああ、でも展開ちなみに通った時一番強いのは、まあでも結界像置けるから結局なんかあれなんかな、何結界像置き、ハルケ小型が一番強いかもしれないね、もしかしたらね。えなんかやばいやつ出てきた。やばいやつ出てきた。お、なんかやばいやつ出てきたぞ。魔法カードをゲームから除外して、誰封印されし者の右腕だと。あんた、やばい。やばいやばいやばい。なにこれ、なにこれ、絶対死ぬじゃん。なんか撤収命令でもすんのか。なんだこれ、何してんだよこいつら。マジやめえってやってること。なんかパーツめっちゃ戻されたし、パーツめっちゃ戻されたわ。何がしたい君は。そら、なんかデッキからリクルートして墓地送って、忍び寄る闇、何これ。自分の墓地から闇属性モンスター2体を除外して、闇属性レベル4モンスター1体を手札に加える。なんだ俺、召喚僧サモンプリスト、スカルデッド、はい、スカルデッドの効果を発動、サモンプリーストが出てきた。なるほど、サモンプリースティングの効果が発動して、手札からぶん投げて魔法カードをぶん投げるとレベル4モンスターがデッキから出てくる。え？え？そういうこと？やばいやばいやばいぞ。おい、ちょっと待ってくれ。おいおい、待って、揃えるんちゃうんかい、揃えるんちゃうんかい、お前。やばい、ちょっとトレジャーパンダで封印されし者のパーツをデッキからリクルートしてきて、それを顔面にぶん投げるとかいう、なんか太古の太古の最強コンボがやばいことしてる。ちょっと何してんの、揃えるんちゃうんかい。何封印されし者のパーツ投げつけてんのお前。おい、こいつデッキの中どんだけゴミ入ってんだよ。だからスカルデッド出してなんか戻したのか。誰だよ、違うやつの顔面来た、違うやつの顔面出てきた。トライホワイトゾーンだと、やばやだやってることやばやってることやばパーツの使い方違くない、た嘘でしょ、なにこれ。なんだよこれ、どういうことだよ。ああ助けてみんな、助けて、封印されしパーツが襲いかかってくる。いった